当然ここに避難しているはずだと。まさかね、命が失われた。この小学校に通っていた娘の千里さんを津波で亡くした首藤隆弘さん。目に入った砂も取れない状態だったので、お母さんの、ね、舌で目を洗ってあげたり。東日本大震災で児童70人、教職員10人が死亡した大川小学校。今も4人の児童が行方不明のままです。遺族は悩み抜いた末に裁判に訴え、学校での防災、さらには日本のこれからにも問題提起する判決が確定したのです。子供らしいところとすごくませた大人の部分と思ってて、使い分けるような子でしたね。やんちゃだしね、暴れ回って、怒られる時にはそこにはいないと。すごい賢い子ですね。海からおよそ 3.7 キロの北上川上流に位置する大川小学校。地震発生から津波到達までのおよそ50分の間には、防災無線などでも高台避難を呼びかけていました。先生方に対してね、ここにいたら死んでしまうと、早く山に行こうと、訴えた子どもたちもいました。しかし先生の判断で子どもたちは校庭で待機を続けたのです。そして移動を始めた矢先に、遺族が撮影した200時間を超える映像記録をもとにしたドキュメンタリー映画です。保護者説明会や検証委員会の様子にも焦点を当てています。教育委員会には嘘の報告をしてたんでしょうか。そうなるとそのような形になると思います。生存した教師や児童の貴重な証言メモが教育委員会によって破棄されるなど、遺族の不信感は募っていきました。教育委員会や行政側は隠蔽改ざん、なぜしなければいけないのか。ここで校庭で縛られてしまった子どもたち、まさしく人災ですよ。救えたはずの児童たちの命、児童23人の遺族が裁判に訴えました。逃げればその1分間で登れる裏山があるのにね、子どもたちは50分間校庭に留め置かれたんですと。これが私たちはどうしても納得できないんですと。最後の瞬間に手も握ることもできなかった。千里があの時お母さんって叫んだのか、寒かったのか、辛かっただろうか。スタート。あの日ここで何が起きたのか、遺族たちは自ら証言を集めたり、裏山に避難する時間を検証するなどして裁判に挑みました。津波到達点です。はい、ストップ。55秒です。55秒でした。最高裁まで争った裁判は遺族側が勝訴。市や教育委員会、校長など組織的な過失を認定した画期的な判決が確定しました。東日本大震災から11年、今は整備された大川小学校。去年7月から震災遺構として一般に公開されています。この場所がね、海抜1メーター足らずの場所だったということ。娘の千里さんを亡くした首藤隆弘さん、あの日のことを伝えるために大川小学校の跡地で語り部活動を続けています。学校で命を落とす、絶対にね、二度とこの繰り返しはしてはいけない
だからこそみんなでね考えていかないと。